皆さんこんにちは、ホッシーです。今日もひょわりやっていきましょう。今日の動画ですね、皆さんが気になってるある商品を買って検証していきたいと思います。その商品がですね、キャンペーンにありますこちらストアイベント、新しく出ましたシーズンパス、こちらを今回ね買っていこうと思います。結構ねコメント欄とかツイッターでもね、これって買った方がいいのかみたいなねコメントが多かったんで、パスの方買っていって開けていこうかなと思います。でレベル15まであってね、フリーに関しては無料で受け取れるんですけど、このスタンダードとプレミアムだけはストアの方でねパスを買わないといけないということで、それが結構ねいい値段するんですよ。ストア見ていくんですけど、スタンダードの方が1000円かな。しかもこれ FV じゃなくてね現金でしか買えないんで、そこもねまたね買うのためらうとこなんですけど、あとはプレミアムの方が3000円と結構高いよね、3000円って。まあ一応ねそのルーレットキーが入ってはくるんですけど、普通のルーレットキーだしね、ちょっと買うのこれためらうんだよな。まあ、このルーレットキーがね1000円分返ってくると考えると得なんですけど、まあ、昔のストライカーパスはね FV で返ってきたし、ちょっと損した気分にはこれなる。これ900個ね。で出る商品もねそんなに良くないんじゃないかっていうね、多分ね微妙だと思う。見ていくと、まずねこのランダムボックス、これに関してはね後で出るアイテム見ていきたいと思います。選手に関しては、まあ、進化済みの選手だったりとか、あと神戸アルの選手確定116から124とか114から122、一番最後になってくると113から122の誤信と115から124の誤信と、まあ微妙だよね本当に。じゃあランダムボックスのね排出アイテム見ていきたいんですけど、まずはスタンダードから見ていきます。こんな感じ、最低が5000万 TP、 めっちゃ微妙じゃないこれ。普通に微妙っていうね。でプレミアムの方が2億 TP から始まって、一番最高で117から124の選手パックと、まあ微妙だよね。で今回なんですけど、一つずつ受け取っていくと、ね、時間かかっちゃうんで、フリーの方を一気に受け取る、スタンダードを一気に受け取る、プレミアムを一気に受け取るといった感じで3回に分けて受け取っていこうと思います。まあ、フリーに関してはね皆さん受け取れるんで、そんなに需要ないかもしれないんですけど、スタンダードとねプレミアムに関してはね、何度もように課金してね手に入るパス買わなきゃなんで、ぜひ今回の動画見てね買うかどうか決めてみてください。多分聞く前に言うんですけど、買わない方がいいと思います、多分ね。じゃあ早速ねパスの方を買っていきたいと思います。さあこちら買っていきました。早速ね受け取っていきましょう。まあそのストライカーパスがねなんかバグで販売できなくなったのかな、だからこれ出たのかちょっとわからないんですけど、多分今後これになってくるのかな、シーズンパスに。だったら多分買わなくていい気がする。ストライカーパスはさ一応だけどさ、素材とかあったしね、ランクアップ素材とか、それ考えるとちょっと今回のねこっちは微妙な気がするけど、多分選手がめちゃくちゃ出てくると思います。じゃあ受け取りましょう。まずフリーから受け取っていきます。これまた一個一個めんどくせえな。まあいっか、まあ、微妙な商品しか出ない気するけど、結構みんな買ってるのかなこれ、すでに。どうなんだろう、やっぱ1000円と3000円、特に3000円の方はさ結構買うのためらうよね。高えは3000円ってなるもん普通に。間違った、1個受け取ってしまった。まあドンマイ、これはしょうがない。よし、じゃあ受け取っていきます。まずフリーの方ね、1個プレミアムが入ってるけど、それはすいません、いきます。一気に受け取ってるからね、演出来るはずさすがに。ドン。さあワールドカップ、ダメじゃないこれ。まず TP が2億7000万。選手はこんな感じ。めっちゃ微妙やん。まあ、これフリーだからね。こんなもんよ。次。これフリーだから。次いきます。シーズンパス1のスタンダードの方ね。最低5000万 TP だったから、結構 TP もらえそうな気がする。あとは選手ね。120とか出てくれたら嬉しいけど。これ確率書いてないのかな、どっかに。選手ごとの確率とか。どうなんだろう、どんなもんなんだ確率。さあ行きましょう。これでスタンダード全部受け取りました。これも演出は絶対来るはず、多分ワールドカップのやつが来る。ドン。ほら、さあ国は、いやー良くない気がするよ。どうだ、まずは TP3 億9000万で、選手がこれは115の4進、115の4進、116、うん。めっちゃ微妙だね。114の誤信これ。いや、進化素材しか手に入らんやん。まあ。もう一回あるから。
もう一個あるから。しかもこっちが本命ね、プレミアム行きましょう。これはね、期待できるよ。今んとこマジさ、価値ゼロだよ、これ。マジで価値ゼロ。ルーレットキー分がいいって思うか思わないか問題だよ、これ。俺はいいと思わないから、買わなくていいってなっちゃう、このままだと。さあ、このプレミアム。これに期待。さあ、10、11、12、13、間違って14受け取ったから、これはなし。はい、15。これでいきましょう。さあ、何来る？演出がワールドカップ以外来てほしいよね、まず。それ大事。いきましょう、ラスト。せーの、ドン。演出はね、絶対来るんで。さあ、何？イングランド悪くないよ。ST。お、アイコンだと？誰だ？ 119。え、どうなんこれ。リネか。117一人、マルキーニョス、116の4進、115の5進。ほんと進化素材出てくるって感じ。TP も4億。まあ、こんなもんか。115の5進とか。まあ、微妙だね。117の3進。これとか売れんのかな？売れればいいけど。これで終わりでしょ？え、超微妙な気がするけど。これが3000円って考えると、ちょっとさ、引けなくないって思うけど、どう？一応、買い入ってないね、マティッチとか。115だからね、誤信だったら全然いいもんな。あとは、みんな買い入ってないね。こんなん絶対売れないもんな、フェリックス。絶対売れないんで、うん。まあ、これはね、進化素材として使おうかなと思います。進化させてみるか。エリートポイントで、まず上級を変え、何個変える？ 5 個いける？いけねえわ。これで、上級何個になった？ 7 個になったんで、中級は変えると。素材交換で中級を交換する。はい、OK。中級もね、69個あるんで、いける、育成。三笘でしょ、三笘。三笘をね、育成したい。どこ行った？6進にしたいんだよ。保護素材使って、ここら辺とかも相当、これだけ？待って。マティッチ、115の誤信だからこれ。こんなもんか。全然いかないじゃん。マジ？きついな。116の三振。いや、こんなもんなんだ。どうしよう。まあ、実際半分ぐらいでいつも挑戦するからな。これ使っちゃうか、115の誤信。か、7進チャレンジする？多分これだったらさ、結構いくんじゃない？あ、いかねえわ。全然いかんわ。こんなもんか。7進チャレンジしてもいいしな。3回できるという、この数の暴力ができるからね。行きましょう。マティッチ、ジョジョは。絶対これもったいねえよな。行こう。さあ行きます。まず1回目。ドン。はい！まあ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 、しょうがない。あともう2回できるから。全然上がんねえ。くっそ。これに使うかもったいねえけど。レッツゴー！はい！ダメだね。ラスト。いきまーす。せーの。ドン！はい！マジで進化無理。はい。ということで今回はシーズンパスの方買っていったんですけど、結局ね、熱田選手も全員ね、進化素材行きになって、全部進化失敗して、何も残らなかったという悲惨な動画になってしまったんで、マジ買わなくていいと思います。まあ当てれればね、もちろんでかいんだけど、そのパックの確率も出てないし、選手の多分当たんないと思うんで、あれ全然いい選手ね。なんで皆さんはね、その4戦でね、美味しいもん食って好きなもん買ってするのがいいかなと思います。多分次のシーズンパスあってもね、自分も買わないのかなといった感じです。またね、質問とかあればコメント欄 DM でよろしくお願いします。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。で、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。